いやでも本当にね、本当に俺はちょっと俺はマジで彼女と出会ってよかったなと思ってるの。もう本当に嫌いなところがないんだよ。本当にダメなところがないの。そんなことってある？俺今まで付き合った人の中でどっかしらダメなところとかどっかしら苦手なところってあるじゃん。絶対出てくるじゃん。俺マジでないんだよね、今回の彼女に関しては。俺の中で。はい、どうも、イカ臭い男です。ワドツメロンワドツ。いやマジでイカ臭いっすよ。あのね、本当にセックスも、セックスっていうか、まあ、手こきもね、彼女の手こきでもうダメ。俺は数々の女性に手こきを指導してきた立場、ティーチャーって呼ばれてたから、セックスの時だけ先生になるの。俺はティーチャーって呼ばれてたので、もうフェラの仕方から一から全部教えて、シャワーの入り方もうね、いろんなことを全部レクチャーしてきたんだけど、もうね、正直ないですよ。もうパーフェクトな手こきですよ。うん、手こきを超えてると思うもん。マジで手こきを超えてる。手こきの向こう側にあるの、彼女の手こきは。あれを手こきというには忍びないですよ、本当に。だから、どんな恋愛経験してきたんだろうって聞いたら、付き合ったの3人しかいないんだって。だから、3人としかセックスしたことがないんだって。だから、その3人の中にすごい奴がいるんだよ。その、彼女の元彼の中にすげえ奴がいるんだよ、とんでもねえ奴が。ティーチャーじゃないよ、もう。同志だよ。同志がいるんだよ。俺ちょっと会って握手したいもんね、そいつのね。うん、ありがとう。伝わってきてるから。ファイブさんいらっしゃい、うん。いや、いいよ。だからそうやって俺の技術もどっかで継承されてるし、俺が教えたフェラチオで彼女は誰かにフェラチオしてるわけですよ。そう。だから誰かが教えた手こきで俺は誰か、そう、ノンタにしごかれてるわけだから。うん、そうやって人類みんな友達ですよ。みんな友達、うん。だってさ、女の人手挙げて。今見てる人で女の人いる？手挙げて。うん。女の人見てる？手挙げて、女の人。匿名でいいよ。手挙げて。和道は悪名で女に買い替えれなくて平謝りしたことある。それとも憲法を使うの？女に買い替え。俺はセックス上手いから。女の人に聞きたいんだけど、フェラチオとか手こきとかって男に教わるもんだよね。自分で覚えないでしょ。これって絶対付き合ってきた、セックスした男から教わってるよね。これ合ってるでしょ。でしょ？自分で覚えてないでしょ。あたいも手こき負けない？手こき先生が来たよ。教わんないとわかんないもんね。そう。だから、今ある技術っていうのは、元彼から継承されてきてる技術だから。でしょ？だから一子相伝なんだよ。ある意味。そう。でしょ？だから俺はこの手こきを世界中の女性に知ってもらいたいの。うん。それでどれだけ戦争が減るか。そう。どれだけの戦争が減っていくか。うん。すげえ年上から教わったでしょ？うん。今からにどこで覚えた？と喜ばれます。そう。だから誰から教わったって聞くよね、やっぱ。うん。そう。すごいよ。すごいよ。オープンな女子は AV 見て練習する。AV でね、見るセックスはダメ。気持ちよくないの。あれは見せるためにわざと音出したりとか、オーバーにやってるから。だから、例えるなら、総合格闘技のファイターがいると。それがセックスの例えね。総合格闘技で本番で相手倒さないといけない時に、アルゼンチンバックブリーカーとかやらないでしょ？なんか、要は、プロレス的な技なのよ。こんなフェラチオするじゃん。こんなフェラチオするじゃん。こんなの。こんなのやるでしょ。これは要はアルゼンチンバックブリーカーなわけよ。プロレスの技なの、あれ。あれ本番向きの技じゃないのよ。わかりやすいでしょ。そう。あれはプロレスだから面白いのよ。バックドロップとか絶対できないのよ。うん。動画行くの？これ。超恥ずかしいんだけど。うん。動画行っちゃう？そう。いや、もう。だから、俺は実践派だから。やっぱ、バーリトゥードだから、俺は。
いや、いいね。威嚇臭くなってきたね、だんだん。威嚇臭くなってきたな。あ、無音、ね。いや、あの手こきはすごいんだよな、ほんとに。うん。だって彼女と別れる別れないって話一週間前にしたとか、俺マジであの手こき失うのかと思ったもん。マジかよって。あの手こきもうねえのかよって思ったもん。本当に俺悩んだよ。あの手こきを失うわけにはまだいかないっていう。じゃあさ、みんなが自信ある技は何なの？これは、すごい喜ばれるっていう技何？みんなの中で。女の子とか男とかもあると思うんだけど、そう、すごい技を持ってるわけでしょ、みんなやっぱ。必殺技を。セックスの中で。高速ピストンとかさ。なんか、ないの？みんな。技ないの？フェラ。フェラか。はあ、水拳それお前ただキャバクラで酔っ払って風俗行くだけだろ。それ水拳でもなんでもねえわ。キャバクラで酔っ払ってそのまま風俗に流れるだけじゃねえかよ。何カッコつけてんだよ。でもね俺ねフェラチオ侍だったのね。本当にフェラチオにうるさい男だったんですよ、僕は。アイワード2。それは、まあ、ここのフェラチニストだったんだけど、あのね、フェラあんまり最近気持ちよくなくなってきた。あのね、フェラするよりも、合体派だったな。うん。合体したい。あと、その、もうほんと濃厚なセックスをしたいね。濃厚なセックスがしたい。いや、俺はフェラの方が好きだったの。はっきり言って。正直言ったら、もう別に合体しなくてもいいよ。いや、フェラしてくれればいいよ、俺は。っていう感じだったの。俺にはフェラがあるから、みたいな。だけど、最近はね、もう我慢できなくなってたの。もう。早く合体したいっていう。必殺クリムキコリコリ。すげえ技持ってるな。必殺クリムキコリコリ持ってんのか。秋っぽいね。なんかね。季節感感じるね。ポリネシアンセックスの方がいい。そういうこと。そう。ポリネシアンセックス寄りになってきたんだよ、俺も。ポリネシアンセックスって知ってる？みんな。動かないやつ。2時間ぐらい動いたらダメなセックスの。1回、のセックスに3時間4時間かけるっていう。あ、チスコントロールできる人結構いるよね。わかるわかる。腹筋鍛えてたり、スポーツやってた人結構できるんだよ。急に締め上げてくるやついるからね。クリムキコリコリできんのか。なるほどね。チスコンビーダッシュ。俺、あれだよ、アナル大好きだよ。俺公言してるから、五反田好きですよって。五反田で僕はニルバーナに達したから。その話したっけ？俺が生まれて初めて五反田ってやっぱ聞くわけじゃん。でもワクワクしてたの、10代の頃から。俺は船橋とか、やっぱ千葉、成田でブイブイ言わせてたから。いや、俺船橋だよ、みたいな。舐めんなよって。負けてねえから、23区に。船橋舐めんなよ、みたいな感じで、五反田っつって、よし、行ってやる、っつって、もう、ブイブイ言わせながら乗り込んだの。チースっつって、船橋から来ました、みたいな。まあ、ちょっと値段高いよね、みたいな。そんで、待ってたの。五反田のルームで。どんな子来んのかな、噂の五反田っつったら、すげーの来たのよ。まず土下座から入ってきたの。ドアガシャって開けたら、なんか60ぐらいのババアが土下座してんだよ。すげえと思って、もう、ぶよぶよなのよ。もう腹もダブンダブンで、なんか乳首も真っ黒で、なんか、星ぶどうみたいな乳首した、すげえブサイクなババアが土下座してんのよ、まず。いらっしゃいませ、みたいな。もうすげえと思って、もう絶対チェンジなのよ。もう、誰がどう考えても、チェンジなの。
だけど俺は船橋から来てるから、あ、どうもって、うん、俺五反田初めてだけどこんにちはみたいな、うん、来なよみたいな、もうとりあえずいいんだよね、カミンだよね、うん、入りなよっつって、うん、もう接客パーフェクト、要はババアはチェンジを恐れてるから、いやもうすごいよ、そっからがすごいんだよ。もう本当にすごいの。俺、しかもこれ何年も前だよ。19歳とかの話だからね。19歳バーサス五反田のモンスターだから。そしたらね、なんか、まず、お風呂、ソープじゃないのか。あのね、浴槽が一緒になってるタイプなんだけど、まずスケフェイスに座らされて、ババアがいろいろやってくるんだけど、まあすごいのよ。まあ、もうローションがすごいのよ、もう。シャバ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 みたいな。オケの中でローションをすごい作ってる。もう、シャバ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 。シャバババババババみたいな。もう、なんかローションが生きてるのよ。水なのに、縦の動きをしてるの。滝みたいな。もう生きてるんじゃねえかっていう、このローション。もう、あったかいの。生ぬるい。熱々のローションなの。もうそれをなんかベッドの上に寝てくださいっつって寝て、もうこっからさ、バシャー行くのよ。もう気持ちいい、適温なの。すごいの、もう。もうなんか自律神経整うわ、これ、みたいな。わかるでしょ？なんかのヒーリング系の何かの温度なの。もう 46.5 度みたいな。熱くないみたいな。で、M 字になってくださいって言って、要は、お前らがそのババアの目線で、俺、こうなるの。お前ら、ババアの目線な。俺、こうさせられんの。お前らの顔がそこにある感じ。こうなるんだよ。わかる？で、もうすごいの。何がすごいかっていうと、もうそっから俺のクンダリーニを開発していくんだけど、彼女は。俺のクンダリーニがどんどん覚醒していくんだよ、もう。もう何されてるか分かんないの、もう。そう。で、何がすごいって言ったら、普通、俺は、これだから仰向けっていうの？仰向けになってるじゃん。で、ボディチェンジをしたいわけよ、彼女は。そしたら、普通さ、うつ伏せになってもらえますか？みたいな感じじゃん。違うからね、そのババア何やったかっていうと、俺はこうやって、仰向けになってるわけじゃん、こうやって、あーっつって。ああってなってるわけよ。そしたら、ババア何やったかっていうと、ババアは、俺の膝にこう手を回したの。俺の膝に、こう手を回して、ドゥルンすごいだろ？こう手を回して、はぁってひっくり返したのよ。そしたら、俺が、スルンってこう本当にびっくりしたんだって。もうすごい、何2秒ぐらいだよ、スルンみたいな。すごかった。やっぱね、だから要は60ぐらいのババアが現役で風俗やってるわけじゃん。テクニックが半端じゃないの。もうほんと合気道とか技のレベルだったのよ。もうすごかった。五反田はすごいよ、本当に。めっちゃウケるでしょ。うん、だからもうね、あのね、もうテクニックが半端じゃないのよ、もう。抜かせるありとあらゆる技術があんの。ほんとすごいよ。もうぶっちゃけた話、チンコ触る前に行ったからね、俺。チンコ一切触られないで射精したんだよ、一回。そんなことある？いや、いくら、14,040円かな？ 14,040円とか、18,000円だったかな？18,000円いかないぐらいだったと思う。でも、千葉とかだと12,000円とかなんだよ、40分。それ以下なんで、8,000円とかもあるんだよ。だから、やっぱ五反田高いなと思った。うん。あのね、アナルはめっちゃ気持ちいいから。男はね、絶対これ、覚えとけ。あのね、アナルは開発しとけ、本当に。これ本当だから。前立腺やばいぞ、本当に。五反田行け、本当。一回言っとくべきだよ。ただ、もう一回開発したらもうそれなしでは生きていけなくなるから。俺だからそっから3年間ぐらいずーっと、ケツの穴に指突っ込んでたもんね、ずーっと。暇な時はずーっと、ケツの穴に指入ってたよ。
うん。最近ないけど。最近もう、だから4、5年ないけど、4、5年じゃない、もっとか。若い20代前半なんかもうずーっとお尻の穴に指入れてたもん。うん。堺町なんて俺だって堺町が好きすぎて、堺町に会社作ったもん。入れっぱなしじゃないよ。もう入れたり抜いたりもうずーっとズポズポやってたよ。もう本当に。こうやってみたり、こうやってみたり。うん。お尻の周りこうやってみたりさ。ずーっとお尻の穴いじってたよ。うん。前立腺とセットでチンコも行ってもらいたいよね。うん。アナル高光って有名だよね。うん。千葉界隈でアナル高光って名前出したら多分風俗割引になると思うよ。あ、高光さんですかって。え、なんでアナル高光さん知ってんすかみたいな。有名っすよ、みたいな。じゃあ2000円引きで行きますみたいな。うん。ただ、俺その時の後遺症で、うんこすると、腸が出るから。脱肛するから。だからアナルはやめといた方がいい、実は。うん、俺、肛門から腸が出るから。アナルガバガバになって、直腸出るから、しばらく。俺それ直したくてやめたんだもん。アナル危険だから、ほんと。うん。アナルは諸刃の剣だからな。これほんとだから。うん、俺、それは治ったけどね。アナルいじるのやめてから治った。うん。うん。10位、ありがとうございます。ガバマンどころないよ、もう。腸が出てくるんだから。うん。肛門科は行かなかったね。自分で治したね、こう。アナルをこう。アナルの中に腸を戻す作業で。うん。いや、もう治った、治った。うん。千葉詳しいんだ。うん。俺もともと成田出身だから。うん。俺成田市育ち、成田市生まれ。成田のやつは大体友達だね。うん。やばいよ、ほんと。なあね、レクチ風俗行くのかな。ちょっとレクチを五反田でちょっと男を上げてほしいんだよね。本当にね、五反田にはいろんなものが詰まってるから。でね、あとね、上野の風俗の話させてもらってもいいですか？ちょっとごめんなさいね。長くなって申し訳ないんですけど、上野の風俗の話させてください。本当聞いてくれます？上野の風俗の話。申し訳ない。もう少しだけこの枠でコメント打ってほしいな。聞いてくれるかな。どうだろう。どうだろうな。五反田の話の後に上野の話はな。一回吉原行ったんだ。うん。どうだろうな。聞いてくれる？みんな。上野の話。行っちゃう？いやね、俺が若い頃よ。若い頃、これ超いい話なの。超感動する話なんだけど、飲んでたのよ。でも金ねえじゃん、若い頃だから。16歳だったかな？上野で一人で飲んでて、一人で帰ろうと思ったら終電逃した時に、もう、上野にいる明らかなやからのお兄ちゃんが、お兄さん、抜きどうすか。もう16歳風俗行ったことないのよ。生まれて初めての風俗との出会いなんだけど、抜きってどこまでできんすか？まあ、フェラまでですね。みたいな。手こきとフェラですね。いくらでいけんすか？って言ったら、5000円っす。ポッキリ。5000円ポッキリだから。めちゃめちゃいい子いるんですよ。つって。あ、じゃあ5000円なら、正直、8000円しかなかったの。8000円しかなかったんだよ。で、その時アルバイトの16歳の俺には5000円はでかかったよ。でも5000円でそんな素敵なことができるんなら行ってみようと。行ったらもう、なんか汚い箱なのよ。もう明らかにぼったくり店みたいなところで、そこ入ったの。で、一人で待ってたの。カーテン閉めて5000円払って。そしたら、すくみず来た超タイプの超綺麗な22歳のお姉さんが来たのよ。もう超可愛いの。もうびっくりするの。もう超タイプなの。黒髪でサラサラのロングヘアで、ちょっときつめの目で、目が大きくて、背が低くて、おっぱいもいい感じに張って、スタイルキュッとした、綺麗なもう超タイプなお姉さん来たの。マジかよと。マジかよって思ったら、ね、お姉さんが、何飲むって、お酒も飲めるよって、お酒飲んでたのよ。で、そしたら、脱いでって言ったら、いや、こういうとこ来たことないから、どんな感じかわかんないって言って、いいお姉さんが教えてあげるって。ゆっくり脱いでって言って、で、お姉さん、すくみず好きって言って、来てた方がいい、脱いだ方がいいって、まあ、もう来ててくださいと。すいません。来ててください。ごめんなさい、脱がないでくださいって、もうお願いしながら、可愛いねって、やっぱ若いお客さんないんだろ、可愛がってくれんのよ。
ね、すごいなんか、もういろいろいじくってくれて、乳首舐めてくれて、じゃあ寝てって言って、じゃあね、今からエッチなことするね、うつ伏せになってって言ったら、お姉さんがなんか用意してんの、こうやって。お姉さんがなんか用意してて、で、俺はずーっとこうやって四つん這いになってんのよ。俺はずーっとこういう状態になってんのね。俺はこうなってて、お姉さんはその状態の俺に、ここ肛門ね。ここ肛門。こうやってベビーパウダーを30分間塗り続けるっていう。ベビーパウダーを5分ぐらい塗られたの、ベビーパウダーを。ベビーパウダーずっと俺の肛門に。ごめん。のんた、ちょっと座っててごめんね。いきなり来て、ベビーパウダーでごめんね、のんた。のんたんがすごい顔して俺のこと見てるから、今。のんた今来たんだけど、何こいつ。肝みたいな顔して見てるわ。のんた、ちょっとそっち側に行って。今大事な話してるから。で、ベビーパウダーをこうやって俺の肛門にポン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 ってずっとやってて。で、5分ぐらいしたら、何これ、何これって。あ、風俗ってこんな感じなんだって。俺はわかんないからずっとこうなってるのよ。うわぁ、風俗ってこんなことするんだと思って。お姉さんずっとこうやってベビーパウダー塗ってて。で、お姉さんが5分ぐらいしたら、お姉さんがね、5分ぐらいしたら、あのね、って、ちょっと説明するねって。料金表持ってきて、1万7000円が、手こきで、2万1000円がフェラ、オプションみたいなの書かれて、料金表出してきた。どうするって。もっとエッチなことするみたいな感じだけど、俺は、だってもう残り3000円しか入ってないんじゃん。絶対入ってないの。だから出てくる金がないのよ。で、それをもう説明したの。お姉さんごめんと。俺はそういうの知らなかったんだと。で、俺本当、16歳で、バイトで、で、こうでこうで、俺ごめんね、知らなかったから、ごめん、続けてって言った。だから俺、そっから25分間ぐらいずっとこうやってやって、お姉さんはずーっと、ベビーパウダーずーっとこうやってやってたんだよ。もう本当にしんどかったと思うよ、お姉さんの方は。まさかっていう。で、何が感動するかっていうと、その後お姉さんが痺れ切らしたらしくて、もういい、フェラするって言ってしてくれたの。もういい。もう私も長いけど、フェラするって。君いい子って。君すごくいい子、気に入ったって。フェラするって言って、フェラして、そのお姉さんが、もうなんかプロ根性が出てきたらしくて、もういいと。これはお金の問題ではないと。うん、もうこれは風俗像としての意地だと、うん。プライドだと。で、フェラしてもらって、俺は初めて風俗というものを体験したっていう話です。すいません。ラッキーっていうか、だから、その俺はだから風俗って、ああ、ベビーパウダーを肛門に塗るのが風俗なんだって思ってたよね。そう、20分間は。すごい世界だなと思って。ああ、いい話。パチパチ怒った。それが五反田の話と上野の話ですよ。うん。のんたいただきます。ありがとう。いや、面白いよね。ワイダンは最高だよね、ワイダンは。うん、いやー、いいですね。ありますか、皆さんはそういうなんか風俗で素敵な。あと一回あったな。風俗に狂ってた頃。風俗に狂ってた頃ね。いや、なかなかさ、タイプの、もう、ドストライクの子に出会うなんてことはないわけよ。一回だけあったんだけど、俺風俗はしご4件目だったの。俺アホだから、俺、キャバクラ行かないけど、風俗のはしご4件目で、あのね、すっごい超タイプの可愛い子が、4件目に当たっちゃって、その子がね、フェラずーっと40分コースだったんだけど、25分ぐらいで泣き始めたの、フェラしながら。フェラしながら号泣し始めて。その子、可愛いんだよ。もう絶対にナンバーワンだし、絶対に超売れっ子なんだよ。その子が号泣しながら、フェラ、こうやってズボズボ喋りながら、そんなに私可愛くないですかって。こんなの初めてですって言って泣き始めた。何すれば気持ちよくなってくれますかって、私こんなお客さん初めてですって号泣さんで、違うんだと、ごめんと、君はめちゃめちゃ可愛いと、君は素晴らしいと、ただ俺は4件目なんだと、うん、もう7回フィニッシュしてると、ただ俺は足りないんだと、続けてくれと君のフェラを続けてくれたまえと、残り15分
残り15分、誠心誠意続けてくれたまえと。君は素敵だ。そなたは美しい。っていうね。だから、俺風俗7回だよ。うん、7回行った。うん、4件目だから3件、1日だから3回、2回、2回。で、4回戦ですよ。かわいそうだよね。プライド傷つけたろうな、その子の。すっごいかわいい風俗像だった。うん。NG になったか分かんないから米ビュー出してよ。米ビュー出してる出してる。見てるよ、今。アッパーヘブン。うん。だから正直言うと、風俗のもう、10代の頃から風俗にハマりまくってて、それこそもう韓国とかも行きまくったし、タイとか、いろんなところ行きまくってるから、もう、風俗じゃ物足んないのよ、俺は。あ、ごめんね、ノンタン。今ね、ノンタンの手こきがいかに素晴らしいかっていう話をしてるから。違うじゃん。違う、ノンタンの手こきの素晴らしさを表現するためには、過去、五反田で味わってきた、あのおばあさんとの思い出とか、上野の、あのお姉さんとの思い出を語らないと、それだけキャリアを積んできた俺が、こんなに手こぎが気持ちいいんだっていうことを表現できなかった。最後行けなかったね。うん。あ、病気怖かったら風俗行かないっすね。はい。うん。病気が怖くて風俗行けないとかは、風俗行くなんて考えられない。うん。風俗といえば高水だよね。うん。本当に。五反田、いや五反田一回しか行ってないね、正直。それっきりだね。あのお前ら、六本木編聞きたいんじゃないの？ねえ、五反田編和道を聞いて、上野編の和道を聞いたでしょ？六本木編はすげえぞ。六本木編はすごいぞ。全盛期の六本木知ってるからよ。もう、わっけえ、中学生なんか聞いたらもうやばいよ。上京しようって。今から東京行くわって言うよ。まあだけど六本木編は今度だな。いやー、セックスライターやってた頃懐かしいわ。俺セックスでライティングやってたからね、セックスライターだったんだよ。うん。な、いや、もう次枠ない、今日は。今日はない。今度話すよ。六本木、高光の六本木、風俗ライターね。もう六本木は魔法の街だから。やばいよ、ほんとに。いやー、次行こう、六本木は。うん。今日はね、もういっぱい出しちゃったからね。うん。いやー、今日はダメだ。今日、六本木編は、特集組まないと。1時間かかるから。一枠で収まる話じゃないんだよ、六本木は。六本木は一枠じゃ収まりません。わかる？だから今日みんなが分かったことは、AV で、AV っていうのはプロレスだと。要は、俺らはバーリトゥード。要は、フェラチオとかも AV から学ぶとアルゼンチンバックブリ。あ、タルト冷蔵庫に入ってるよ、ノンタン。面白かった？ありがとう。もしよかったら、コミさんしてね。うん。うん。次行こう。ごめんよ。今日は、俺、手こきが、手こきじゃねえや。ノンタンが待ってるから。うん。俺、いや、俺には手こき、じゃあ、ノンタンが待ってるから。うん。いやー、よかったね。そうだね。僕らは位置について。スタート切っただね。うん、FC2 で手こぎ見せたいよ、俺だって。ノンタンの手こぎが一番すごいっていうのね。うん、うん、そうだよ。うん。いい話だったね。いや、今日、あれだな？今年一番楽しかったんじゃないの？なんかもうリスナーの心と配信者の心が一体になった素晴らしい配信でしたね。はい、たくみさん業務連絡です。この枠は動画にしないでください。はい。YouTube がバンになります。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れっす。また明日。お疲れ様です。